な。ここに。つながったかな。つながったかな。つながったかな。途切れますか。大丈夫ですか。ちょっと場所を変えてみました。見えますか。あ、映ってるわ。あ、映ってる映ってる。よかった。大丈夫かな。うん。よかった。あ、オッケー。こんばんは。ちょっとね、2階に映ってみました。大丈夫。よかった。ラッキー。電波がちょっと悪かった。大丈夫です。そう、2階にちょっと映ってみました。あやちゃんが今お泊りしている一軒家におります。よかった。よかった。うん、よかったよかった。やり直してよかったですね。本当ですね。うん、止まった。え、止まった？そう。本当？あ、止まってる？私の目が細いから止まってるように見えるけど。やっぱ止まってるわ。止まってる？うん。一瞬ね。そっかそっかそっか。ああ。まああれか、じゃあ。まあ、いいんじゃない、そことりあえず、うん、保存しておくのでまたちょっと見てください。うん、大丈夫。あ、そうか、そう、うん、なんかちなみに、まあ、あやちゃん、私、何か、まあ、あやちゃんいろんなことを知っている不思議な人なのでなんか質問とかちょっとこういう時とか言霊の話とかカタカナの話とか、うん、質問とかあればぜひぜひ言ってくださいませ。私の知ってる範囲でお答えします。正解かはわからないけどね、うんうん、こういうこともあるよね。優しいな、優しいな、本当だよね。そう、みんなは、皆さんはどんな祝日の夜をお過ごしでしょうか。そうそうそう、カタカナの活用法。そもそもカタカムナって何でしたっけっていうのをちょっとだけ、はいはい、カタカムナっていうのは、うんうん、まあ諸説あるんですけど、うんうんうん、日本のすごい古い古代文字というか、文字じゃなくてマークの古文書にマークがいろいろ羅列してあるやつが、あって、それをたまたま仙人みたいな人見せられた人がいて、それを解読したのがカタカムナなんだけどね。それはさ、日本語の文字ができる前にあった話と言われてるけど、そのカタカムナのその文字はカタカナの原型になってるらしい。あー、へー、うん、いやー、すごい、そんな基本的なことも知らない、うん、私。へー、いや、でも諸説解釈やから あるんだけど、ね、うんうんうん、それは、まあ、そこからいくとすごいややこしいんだけど、うん、物理法則が書かれてる。ほー、うん、物理法、それ宇宙の法則ってことじゃん。宇宙の法則で、うん、私もそのスピリチュアルなことっていろいろあるじゃん、うんうん、いろんな話があるやん、うん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 、うん、なんかまあいろんな宗教もいっぱいあるけど、あるあるある。カタカムナはすごいのは、私が知ってる限り、うん、なんだろう、観念的にこうだよねっていう感じで思ってることとかは、うん、思考だけど、うん、カタカムナは物理法則を書かれてるから、うんうんうん、それで見ていくと説明ができないことがほとんどないって感じ。すっきりし、なるほどね、整理できるんだよね。はい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 、うん、で、エネルギーの、作用反作用みたいな、そう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 、そういう話だもんね、うん、例えばね、うん、うーん、まあ、一番みんながヒットするであろう、うん、私が一番ハマったところを言うと、はいはい、うん、お願いします。私なぜカタカムナに出会ったかっていうと、うん、カタカムナの本があって、うんうんうん、それを
そのマークをね、うん、解読した人の弟子が書いた、うん、普通の人でも読めるレベルに解釈した本があるの、うんうんうん、掃除小学会っていうとこが出してる。掃除小学会っていうところはね、掃除系とかとかの、うんうん、でそこで出てるやつが、うん、まあめっちゃ難しいんだけど、うんうんうん、これはあのほとんどの人には分かりませんって明確に書かれてて、読んでも分かれへんと、うんうん、であのそれ出版されてるわけだよね。出版されてんねんけど、うん、その当時はすごい昔のやつだから、うんうん、当時はその掃除小学会に所属してる人にしか配られてない、うん、なるほど。で今も一応買えんねんけど、うんうん、あの揃ってないねん、へ、うん、まあ、幻の本みたいなんで、その中でも一番手に入らないやつがあって、うん、それはあの男女のことを書いた一番手に入らないんだ。そうなの、なんか私すごいそれを他のんで探そうとしたら、うん、1冊10万かなんかしたもともと数千円のやつやけど、うん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 、であのなんかそれをたまたま友達が、うん、あのあやちゃんこれあやちゃんいいと思うからって送ってくれてん、ポンって。でそういう女はめっちゃ1冊10万ぐらいの本を知らずに、私は知らない時にそう送ってくれたの。ですごい面白いから読んで、うん、なんか人間のタイプがあると、うんうんうん、で人間には2つの要素があって、うん、それをあの対別できるって書いてあんねんけど、うん、まあ「さぬき質あわ質」っていう「さぬき性あわ性」っていうのがあって、難しいですよね。さぬき性あわ性、さぬきとあわってなんか聞くよね。まあ男性性と女性性みたいなもんなんだけど、うん、うん、とそうやね、そのさぬきの、うん、さぬきの力っていうのは表現する方の力。なるほど。で泡の方は受け取る感覚、うん、の方、うんうん、でさぬき質が強い人っていうのは、うん、まあいろんなこと言うたり発信したりとか、ついてこいとかさ、うんうんうん、リーダーになったり目立って外に立っていくようなタイプの、うんうん、それは男性でも女性でもいるんだよね。さぬきタイプ、泡タイプ。なるほど。で合わせの人は、うんうん、例えばそういう人をサポートしたり、なるほど、うん、あの家で待っててその人たちのサポートをそのお世話したりとか、うん、あとまあそう守られる方が好きとか。なるほどなるほど。そういう感じなんだよね。でそれはもうみんなどっちもあるけど、バランスによって今出てる性格が違う、うんうん、なるほど、うん、だからあの例えばさぬき男、うん、泡男って、あわおあるよね。そう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 、女性でもさぬき女、あわ、うんうん、女みたいな感じで、うんうんうん、さぬき男は、うん、まあ親分肌みたいな感じで、なるほどね、あわ、うん、男はどっちもあるけど、あわの方が強い男性は、うん、すごい優しい、女性的だったり、なるほどなるほど、寄り添ってくれるみたいな感じで、なるほど。で だから泡っぽい男の人は逆にそのさぬきっぽい、うん、あのハキハキした女性と会ったり、よく会ったりする。泡の人はさぬきの女性と会ったりするね、うん、相性が良かったり。確かに確かに、そう、うんうん、なんかちょっとこれ分かるかないや、その説明やねんけど、ほの分かるよ、全然よく分かるよ本当、うん、うん、そう、うん、さぬきイコール男性性。あ、そう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 です、うんうんうん、さよくさ、うん、自分の中の女性性と男性性をみたいなのあるじゃない、うん、あれってさ、うん、そ両方ある、うん、で自分の姫と王子を育てるみたいな、うん、あ、そうです、泡イコール女性性ですね、似てます。あれって、うん、そう、受容力やな、泡が、泡がね、うん、でそれは両方ともすくすく育てて いけるものなの。その例えばもともと泡の量が多い人、さぬきの量が多い人みたいなのっているんでしょう、うん、割合的に。あ、そうそう、一応、うん、女性に生まれてる人、あの生まれる時点で泡の方が多い人が女性に生まれてる、うんうん、はー、なるほど、うん、で基本原則は基本的にはそうなってるらしい、うんうんうん、だけどその潜在的な泡量、あの、うん、まだ表に出てない、うん、あの潜在してる、うん、見えないところにある泡とか、うん、開発しないと出てこないものがあるんですよね。はあ、うん、それは自分たちが生きてるのが鍛錬していって初めて育ってくる。出てくるんだ、うん、いい話だね
なるほどね。でもさぬきは分かりやすいっていうか、なんかプロジェクトしたりとか、うんうんうん、なんか仕事を頑張って形にしていったりすると育ってくるんだけど、うんうんうん、合わせの育て方の方が難しくって、うんうんうん、毎日のルーティン、うん、掃除とか料理とか、うんうんうん、そんなことで育っていったり、うん、すごいね。そうなの。あと子育てとかね。子育てはもう絶対そうで、うん、出産子育て、そうそうそう、そうね、主婦的なこと、日常のそういう繰り返しとか、うんうんうん、その場作り、自分たちが暮らす場を作るようなことにで育つし、結構すごいそもそもの原則としては苦労すると育つって言われてね、うん、いやんなんか子供の時とか苦労してる人は泡が多い人が多くって、なるほどね、確かに人の悲しみが分かる、痛みが分かるっていうのが泡やから、共感性とか、あやだし泡やな私実は苦労してるんです。そう実は相当な、何も悩みないだろうって今よく言われるんですけど苦労を重ねてたあやちゃん、はいはい、そして今こんな感じになりました緩みっぱなしに、緩みっぱなしで、あ、はい、へえ、かのんさんとあやちゃんの自分の意識を内側に向けるコツとかありますか。内側ね、うん、ハッピーちゃんに出てたやな、うん、そうですよ、うんうん、修行そうだし、あ、そうだね、修行にやりがいが出る、うん、そうなの、うん、あ、だからさ、これでも名前では分からない、バランス、うん、あ、そうそう、名前ごめん、私があやとあわとか言ったからシャレです、シャレ面白くないシャレですさ、ね、あわをさ育てることをずっとやっていくときに、うんうん、時々ぶわってさぬきを出したくなるみたいな、あってあるのかな。それはその人それぞれのタイミングであるし、なるほどね、あと私がそれを見て衝撃的だったことがあって、うんうんうん、男性はね、うん、さぬきを育てていくと、はい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 、あれなんですよ、勝手に泡育っていくね。なるほど、うん、で分かりやすく言うと、会社自分が立ち上げてやります、うん、それさぬき制やねんけど、うんうん、でやっていくと社員雇わなかやで、いろんな人と一緒に絡まなかや、するとその人たちをまとめていかないと、うん、自分が一人でワンマンではその会社大きくならないんだよ ね。しかも養っていこうとか、そう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 、自分の気づかないところをまた気づける人、配慮とか、うんうん、育てるのは合わせやから、なんか男性はおのずと、大きくしようと思うと泡が必要になってくる、女性性ね、うんうんうん、それは合わせ持たないとレベルの大きな仕事はできないんだけど、うんうんうん、女性はなんとそれに書いてあってびっくりしてんけど、うん、勉強とかってさぬきなのね。はあ、なるほどで、これに入れたらさ、どう、これに入れる、あ、いいんだけどね、ちょっと、うん、大丈夫、おお。おお、聞こえますか聞こえますかね、音。さぬき育てたいね、それね、女性に、うんうん、女性にとってね、うんうんうん、ああさぬきに憧れるんだ、あ、そうなんだ、なるほどね、なるほど、面白いね、うんうんうん、あのね、あら、うん、あのね、さすがカノンさんの、うん、カノンさん見てる人やなと思った今。あ、そうね、みんな多分泡が多いよね、うん、私が泡だから、そう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 、そうだと思う、うん、うん、あのね、うん、今からの時代は、うんうんうん、あ、まあ今まで泡が足りなかったんですよ、なるほど、この世界に、なるほど、あ、よかった、聞こえる、よかった、うん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 、この世界に泡が足りなかったんですね、うん、でさぬきに傾きすぎてたんですよ、あ、今まで時代が、そう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 、で1995、うん、阪神淡路大震災の時に切り替わったって言われてて、うん、女性性の時代に入った1995から、うんうん、なるほど、泡時代に、泡に変わった、だから調和とか家庭とか、だって時代として大きな苦労も経験したしね、そう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 、うん、あれはもうでもその変わるポイントで、なるほど、まさにその変わるであろうと言われてた地点で、うん、地震が起こってんのかな、それはもう、うん、まあガイアの法則っていうのを読んでくださいそれ詳しく知りたい方は、だんだんマニアックはい、でそこで切り替わって、うん、今はだからさ、お金とか仕事バリバリガツガツよりも、うんうんうん、自分の心とか人と調和することとかをみんなプライベートとか重視してるやん、うんうんうん、
それはその流れに入ってるからなんだよ、ね、なるほどね。女性性の時代、女神の時代とかいうのも全部そうなんだよね。へー、面白い。うん、切り替わった。なるほどね。だからその流れがそうなってるから、うんうんうん、今まではその金融とか仕事、うん、ビジネスが、うん、一番メインとして、はいはいはい、権利、うん、権力ね、うん、とかがメインだった時代はイギリスのとこが始まってね、全部始まるポイントがあるんですよね、うん、あのエジプトで始まったエジプト時代、大英帝国の時代があり、そうそうそう、うん、大英帝国からさ、うん、あのいろんな大財閥が出てるじゃんね、うん、だそういうことで今実は1995は日本から、うん、あの四五線の明石淡路島もそうなんですけど、うん、あのあそこのポイントがそうなんです今回は。だからそれ1600年ぐらいの周期なんで、え、じゃあこれから1600年ぐらい、そう、変わらないの？うん、1600年ごとに変わってるらしい。前回男性性、すごい、今回女性性、その次また男性性でくるくるしていくんだけど、800年でガーって上がっていって文明が盛り上がって、うん、あと800年でだんだん落ちていって、面白い、私たちは金融崩壊のから女性女神性に入った時代にちょうどいるっていう。 なんとですよね、うん、1600年も確か1600年だと思うんですあの、うん、詳しくは本で、はい、それぐらい明かしそうですよ、ポイントです。あと1600年も阿波の時代が日本から、はい、はあ、日本から、めちゃくちゃじゃ意味があるね。そう、それも結構物理的なポイントなの。なんかこれはスピリチュアルにここって言われたとかじゃなくて、うんうんうん、全部エジプトのすごいエジプト文明とか全部こう、うん、ポイントが きっちり移動していってね、うん、それで導き出すと1995のタイミングにその四五線ってことになってね。なるほどね、うん、じゃあ1600年後も分かるのね、大体。あ、そうそうそう、それ書きあったかな、うん、そうで、1600年だけ、これは、うん、すごい大事なんだけど、うん、淡路島とか、うん、まあその四五線、日本がすごいとかいう話が、うん、ついそれを知ると出てくるんですけど、うん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 、多分そうじゃないほう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 、そこが大事なんじゃなくって、な、ね、うんうん、だからね、イギリスから金融 あの時代が始まってるから、うん、そこにから大財閥が出てるから、うん、そのポイントから、うん、そこのポイントで、まあ、分かりやすく言うと、会社立ち上げたらすごい企業になるんじゃないかとか、なんか恩恵があると思ってそんな話がある、うん、出るけど、そうじゃなくって、うん、今私らは初めのポイントにいるから、はい、私らが生きてる間に、そうですねその通りです、そう、豊かになる、うん、自分がそう豊かになるためにとか、うん、そういう話じゃなく、そういう話じゃないです。そうなんですよ、うん、私たちがどんな思いで今生きているかっていう、うん、今日例えば、うん、そうだな、何ですかね、私たちが、うん、例えば道歩いてて、うん、人とぶつかって、うん、あ、どうもみたいな、うん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 、そんなちっちゃいことも全部1600年の周期に影響してる、うん、影響していくんですよ、うんうん、こうここがこうかこうかで、うんうん、1600年後こうとこう全然違う、大きく違うね、そうなの。だから自分らが繁栄するとか豊かになるとかの枠を超えた、うんうん、そのどんな思いでこの仕事してるかとか、うん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 、何のために今自分が生きてるか、うん、どういう思いで自分の日常を暮らしてるかとかっていう、その心の純粋性というか、うん、なるほどね、うん、そこの思い、うん、そこに持ってる思いがこれからの時代を作っていく根幹に植え付けられるの。なんか私らがどんな思いで生きてるかが、うん、これからの世界を作るんだよね。すごいね、一人一人の心 の, そのありさまってことだよね。そうそうそう、それが一番元に埋められるから、うんうんうん、すっごい大事やで、ね、その周期の始まるポイントである日本に生まれてるってことは、うん、それほど重要な、なるほど、一人一人が、そう、場所に役割が、そう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 、そうなの。なるほど。だから日本に生まれてるだけですごいとか、日本すごいって話はよく出るけど、すごい話ね、うん、あやちゃん、ちくしろすごいでしょ、ほんとすごいんですよ、うん、うん、なんか
んか、まあこれ私がオリジナルで考えてじゃなくて、うん、そういう話が、まあ、調べてね、いろいろそうスピリチュアルな知り合いとかからいっぱい教えてもらったことなんですけど、ね、うん、集約するとそういうことなんですけどね、うんうん、そのさ、うん、あ、さっきのさ、うん、こう泡、うん、割と多分泡気質、泡気質の人が多いんだね、女性が多くなってきて、うん、あ、そう、あ、だからね、まあ、私のそう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 、あ、なるほど、あ、だから分かりやすく言うと、今まではさぬきのガツガツバーンって自分を出せる人がリーダーとか表に立ってた時代なんですよ、うんうんうん、それが終焉を迎えてて、今からはそういう合わせ、うん、女性的な、うんうんうん、人を思いやれたりとか人を育てたりとか、うん、その自分が発信して自分に光を当てるっていうタイプよりも、うん、周りに光を当てるタイプの人が、うんうんうん、あのメインにの場所に出てくるというか、ね、うん、光を当たっていくんですよ、そういう風な変化、なるほどね、なんかでもどっちのタイプがいいというよりはみんなどっちもあるんで、どっちもあるよね、そうそう、あ、なんだっけ、あ、サヌキを育てていけば自然と泡が育つっていう話だったじゃん、うん、さっき、そう、それは男性のみ、男性のね、うん、あ、男性のみなの、男性のみなの、ね、男性のみ、なんと、なんと女性はあの勉強とかして、うん、勉強ってサヌキなんやけどあの勉強したりとか、うん、そういうの学んだりとかすると、はあ、泡が止まるって言われてんね、泡が何止まる、泡の成長は止まるって書かれてんね、で私それ見てショックだったん、ショックだよね、だって好きだもん、勉強大好きだったからこんなに研究熱心だもんね、学ぶのが大好きだから、そう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 、で、泡止めてたんやって思って、で今から泡が大事やからさ、うんうんうん、泡の方が育てないといけないのに、うん、私はあれ育ててなかったなと思ったんだけど、さぬきがね、うん、その泡かさぬきっていうのもまた、うん、あのタイプだけど、うんうん、そのレベルがあるんですよ、なるほど、うん、なるほど、あの泡1段階目と10段階目30段階目ならレベルが違うんですよ、なるほど、うん、でさぬきも一緒で、あのさぬき1段階目と10段階30っていうと洗練されてくるわけ、うん、同じ泡でも、なるほど、同じさぬきでも洗練されてくる、ぴったりの言葉ね、そう磨かれていくの、磨かれてくるっていうね、そうそうそう、あのまだ未熟なさぬき、うり透き通ってくるっていうね、そう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 、なんか全然まだ磨かれてないと、いろんな混じり物もあるよね、そう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 自分が自分がみたいになってくるわけ、さぬきでいくと、で泡はあの、うん、私なんか、うん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 、私なんか全然ダメっていう風に出てくるわけ、うん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 、どっちもレベルが低いと、うん、あの悪い方が出やすいんだよね、なるほどね、その特徴の、へで磨いていくと、さぬきはあのなんだろう、すごくクオリティの高い表現ができたり、クオリティの高いものづくりできるとか、アートも全部さぬきだから、でアートも全部さぬき、うん、でも合わせの人でも喋ってるでしょ、喋ってる、これさぬきだから、あ、これがさぬきなの、これもさぬきなの、あの合わせの人はさぬきないっていう風になり思いがちな、そこはそうじゃなくって、表現がみたいな、うん、あのじゃなくて、全ての表してる力は全てさぬきを使ってるから、泡の人でも喋ったり書いたり人に伝えてる点、それはさぬきの力を使っているわけ、あ、じゃあアウトプットしているものっていうのは全てさぬき力ってこと、そう、具現化する力は全て、書く、話す、そう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 、表現も全部、そう、すごい面白い、うん、で泡っていうのはその表に出てくる、具現してくる下にある元のこの下にあるエネルギーになるよね、受け止めるみたいな、そうそう、理解する、共感するみたいな、あ、そうそうそう、受容力で、ここのストック、うん、下に溜めてるものが多いほどここに出てこれるものは大きくなったり、純度もそうやし、クオリティも高いもの、確かに、だってさ、10の知識とかしかない人よりも1000のあのなんかこうインスピレーションとかいっぱい持ってる人から出てくるものの方が、うん、一行の方がそうすごいでしょ、うん、いやもう間違いないね、うん、だからそういう作用があってみんなあるんだけど、どこを鍛えてるかとか、うん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 、それになって、うん、でもなんかだからさっきさぬきを鍛えたいって書いてあったじゃないですか、うん、だったここちゃん、うん、それはね、うん、レベル
あでもリスト、さぬきのレベルとか青のレベルとか、あそれね、純度が上がっていくみたいな。あそう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 、うん、そうだよね。うん、だからうん、なんて言えばいいかな、レベルっていう言葉がちょっと合ってるかわからないけど、うん、どっちの力も磨いて鍛えていくと、うん、あのすごく自分にとっての、うん、自分の能力が高まっていくって感覚です。なるほど、うん、で、分かりやすく言うと、うん、泡とさぬきの、うん、振り幅、うん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 、が、うん、めっちゃ泡、めっちゃさぬきでこう半々、うん、引っ張るやん、うんうんうん、この幅が広い両方持ってる人ほど文化レベルが高い、うん、人間として大体器大きい人が多いんだね。うん、やばいね。素敵素敵素敵だよね。素敵、やっぱそうでしょ。なんかもう聞いただけでもう素敵だなと思うね。そうそうそう、あそうですかみたいな。なんかめっちゃ稼いで仕事できてる社長さんがめちゃめちゃ優しいとかね。うん、あのあるよね。わかるよ君の気持ちみたいな。こんなところまで？あそう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 。育てる。そう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 。助けてくれたみたいな。だそこがあの、うん、幅が大きいと素敵な人が多いんだよね。うん。泡はどう鍛えるのですか？泡を磨いて育てるにはどうしたらいいんですか？泡はね、鍛えようと思うと、まあ一番大きな要素はやっぱり、苦労とか努力によって育つわけ。それね、育つんだけど。それ絶対嫌だよね。まあこれはあの。昔苦労したことは無駄にならないですよってことを言いたい。あそうね、うん、これから苦労しようってことじゃなくて、ね、備わってるから、はいはい、ありがたい。継続的なこととか、うん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 、地道なこととか、うん、部屋を整える、場を整えるとか、そういうことが泡を育てる。料理いいですね。料理、掃除。あ料理もそうなんだ。洗濯とか、その誰かのためにすること。あ分かりやすって喜びでね。自己犠牲で誰かのためにしても何の意味もないんで。え、じゃあ料理をしたり、うん、掃除をしたり、うん、そう、感覚を磨くことなの、うん、瞑想みたいな感覚じゃん。そう、あの、うん、キッチン瞑想だから、もう無心になるよね。そう、無心になるのがすごいこう泡に、なるほど、うん、集中してるでしょ。うん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 、まあだからその内側向いてるかっていうのさっき質問あったけど、泡は完全に内側だよね。だから内側を向くっていうのはもしかしたら泡を鍛えるっていう、そうだね、ことだよね。泡は見えないもの、うん、さぬきは見えるも世界やね。なるほどなるほど、うん、だから潜在してる見えないとこにあるのが泡だから。なるほど、うん、内側っていうのは、まあ、泡的なものだよね。なるほどね、うん、内側を向くコツって言ってたよな。たけ、うんうん、ちゃんなんかかのさん、いやなんかだから私はあのそのこの辺で、うん、ここら辺でうんうん、うん、どうなの、どうかなみたいな。本体呼び出し、あ本体呼んでくるね、うん、本体呼び出し、うん、でもう結構 パスッとこう答えが出てくるっていうか、うん、まあ、肉体ですごい迷ってることはね、うん、っていう感じだよね。だから、うん、その常に内側を向くっていうのってやっぱりトレーニングしてないとできない、うん、常に、うん、から、うんうん、でそのこっちでさらにそれを丹田に下ろすみたいなね、うんうんうん、話があって、うんうんうん、本当にそれはねこれから、これから、うん、これから、えこれからやってみようぞ。いやいやいや、それ意識してないからさ、そのあーそっかそっかそっか、うん、なるほどな、うん、なんかでもあのあれだよね、こう、うん、何かにこだわり始めているとあー外向いてるなっていうのが分かるし、はいはいはい、こだわり、うん、こだわり、こだわりでこだわり始めてるとっていうか、好き嫌いとかもそう。あ、いやね、どうしよう、これじゃないと困っちゃうみたいな、うん、心がとらわれるとか、ね、そうそうそういうこと、うんうん、おっしゃる通り。心がとらわれた時に あみたいな、それでこうスッとやると、うん、あもう何でもいいなみたいな、うん、気持ちになってストンって落ち着くみたいなことがあるから、うんうんうん、なんかやっぱり何かに心が奪われたなっていう瞬間が、うん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 、やっぱりこう切り替え時だよね。うん、奪われるまではちょっとあんまり気づけないからのほほんってきてるから、うんうんうん、そうね、そこのなんか違和感に感じる気づくんだよね、うん、
以前ウォークインと聞いたのに、それが内側を聞くという、もう内側を向くということですか。まあ似てるね、これね、ウォークインは結構肉体、本体肉体の話でね、そうだ ね、 大事なんだよね。ウォークイン、あのね、ウォークインって、宇宙人の話で、うん、人間に宇宙人の意識がウォークイン入るっていうのがあるらしいんですよね。ある、例えば12歳の時に宇宙人がウォークインしたみたいなことでしょ、うん、そう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 。だから、うん、例えばあの人突然おかしくなったけどどうしたんだろうっていうのはウォークインされてたりするわけ。なるほどね。だからもう違う人、中違う人だからだから突然タケちゃんが、うん、あのカノンさんが明日からバリバリ寒気になったりするみたいな、うん、ありえんな。そうそうそう、なんかそんな変化があって、まあそれは魂の契約で、この人間界の苦しいとこだけは別の人が、うん、僕がやるから、受け持ってね。そうそう、ここの苦労する体験だけやった後、うん、タッチするわみたいな約束をしてる場合とかがあるらしい、うん、これはそのマーリンさんっていう淡路島ね、平さん教えてもらったんだけど、うん、なんかそういうのがあって違った違ったってウォークインと内側向くってのは違うんだけど、いや、ね、似てるから今説明しようと思ってるんですよ、ね、うん、違ったんじゃないんだけど、うんうんうん、まあそのでその宇宙人が、突然入ったりとかってあるんだけど、うん、私そのカノンさんとね、うん、本体肉体の話をちらっとその駅でね、うんうん、降りてきたというか、うん、それがあって、うん、本体っていうのは私たちはみんなその地球だけじゃなくて、地球でも転生あるけど、うん、それだけじゃなくていろんな星をみんな経由してるし、うん、その魂も一個じゃなくて、うん、私らの魂に入ってる情報は、うん、無数のね、なんかもう分け身玉っていうか、うん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 、例えばキリストの魂もいくつにも分かれてるわけ、うん、でそれが情報を取るため私らに入ってたり、なんかあ、そうです、マーリンさんはアワーのフラダンスの方でその本出してますあれすごい縄文の女神、うん、まさにね、そう、ハッピーちゃんのね、うん、あれと一緒なんだけど、天野川伝説と、うん、シンクロしていた、うん、それをかなり2年ぐらい前に直してるんだよね、うん、で、まあ魂はいろんなやつが入ってるのよ、うんうん、で、私らはいろんなとこに同時存在してるから、うん、いろんな星にこの私らの魂と同一のものがパラレルでいっぱい存在してる、うん、だからその一部の出てるのが私たちなんだよね、うん、こんないっぱこういう存在の一部の表現としているのが私たち、今ここに地球に表に出てる、うんうんうん、だけどシリウスにもおるかもしれない、うん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 、もう一つの表現のとして、うんうん、じゃあその現れとして、うん、そうそうそう、それがこの地球は肉体と器に入るんだけど、うん、なんかその本体のデータそのままバーンって肉体に入ったらすごいなっていうことなんだよねそれもすごいよね、全知全能ってことだもんね。そう、だからそれをウォークインしたと思えばいいんじゃないって話をしてた。それすごい難しいね。難しい難しいよね難しいかないや、わかるわかる、あやちゃん的にはしっくりくるのわかるし、絶対しっくりきてる人がいるはずなんだけど、うん、もう私はそのウォークインの概念が初めてすぎてヒューってなってたからこれが一番わかりやすいっつって教えてくれたあやちゃんがほーってわかりやすい言うてもみたいな感じかな。まずはな、宇宙人かなみたいなあ、だから私らは肉体にはこの地球で生まれた、うんうんうん、それいいっつった、すごい、ナイスナイス、さすが、うん、全員神なんですね。あ、そうですよ、皆さんすごい当然のことそうですそうですよ、みたいな当たり前にそうです、そう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 、うん、だからそう、神、うん、そうなんですよね、うん、だから自分らが思ってる以上にすごいんですよ、うん、なんかその地球に生まれてるこの生きてる間の記憶しかないから、私はこれができないができないとか、そうなんかこれで比べてとかあるけど、実際はもっともう無数の何回生きて死んでんねんっていうぐらいでデータがあるから、確かに全然地球で、うん、
だって情報量的にも桁違いやん。そうだよね。うん、なんかだって普通に言うたら地球で生きたこの何十年しかみんな自分にはないと思ってる世界の中で、そうじゃなくって全ての星の、あの生きてきた記憶とデータを自分は持ってる、使えるんだと思った状態でこの肉体の器にバンって入るっていう、それやばいよね。やばいでしょ、うん、何でもできるでしょ、うん、そういうこと。そういうこと。いやだから私あの息で、うん、あのその肉体と本体みたいな話を前ちょっとブログでも書いたんですけど、うんうん、その肉体は今のこの顕在意識 で、 そうそうそう、で本体っていうのはまあ潜在意識っていうかその魂の部分っていうか、うんうん、本当に何でもできるっていうのが分かってるっていう部分で、うんうん、もうなんかあやちゃんのこうその本体意識がなんかすごく、うん、あの訴え、うん、訴えかけてきて、うん、あのうわすごいな、こういうこんな感じでこう来てるよ、こんな感じで来てるよみたいなことをフィードバックして、うんうん、で、あやちゃんの本体ってなんて自信満々なんだろうって思ってたんだけど、いやすごい、でも呆れるほど自信満々だろうみたいな感じでこうやり取りしてたんだけど、なんかこうふとあの息から帰って他の人にも意識を向けた時に、もう他の人たちの本体意識ももうキャッキャしてて、あのなんていうの、自信満々だよねみんな。そうそう、みんなそう、みんな恐ろしく自信満々だから、キャラが同じみたいな。そうそうそう、なんかだから共通共通、そうそう、表現の方法は違うんだけど、うん、自信満々なんだよねみたいな、うんうん、だからあのこの間さあシンデレラプロジェクトでさ、うん、カメラマンのケンジさんが、はいはいはい、めちゃくちゃ写真がすごいからそうそうそう、初めて会った時に、うん、なんかいや天才ですねって言ったら、そうそう、あの本人はははって照れて笑っただけなんだけど、うん、無意識の声で知ってますって来たからそれが本体、知ってるんだっつって、そう天才って言ったら知ってますっていうのが本体あすいません知ってますよねみたいな、そんな感じそう、だからもうその知ってますか、そのもう無邪気で、うん、あ知ってますみたいな、それがなんかね、カノンさんもあれじゃん、うん、あのまさに本体やなと思ったんが、うん、私がねちょっと肉体でひよった時に、あのなんかちょっとこんなこと言って嫌な思いしたかなとか、うん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 、気分悪かったかなとか、うんうん、この話面白くなかったかなとか思う時 あ、うんうん、あるんですよ。ほう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 。でそれをちょっとカノンさんに言ってみたら、うんうんうん、あのカノンさんあの私を嫌う人がいるわけがないと思ってみんな私を好きでいてくれると思ってるって回答が来てあ、あやちゃんの本体がそう思ってるっていうこと、あ、私がそう思ってるってこと、そうだっけ、いやまあ基本そうなんだよね、いやいや、あの嫌う人はいるんだよ、いるんだけど、うん、視界に入らないからそうそうしょうがない、面白いんだよね、そうなの、エネルギーとして目に入らない、うん、目に入らないの、そうだからわーって会った人はもうわー好きだよね、好き好きみたいな、そう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 、だからカノンさんはあの自分おばあ好きになってくれな、好きだろうぐらい、別にそこ大したなんか思いあれじゃなくて、うんうん、軽く思ってんだけど、だから私みたいにその不安にならないんだよね、多分あの嫌われたかなとかそういう、うん、いや本当に向こうの人がちょっと態度が違ったら、うん、あ調子悪いんだなって思って終わりだよね調子悪いね、調子悪いんだ、調子悪いね、調子悪いんだ、いやあのもうほんとそっとしとこうっていうか、うんうん、あ今ほじくり返したらあんのはいいなっていう、大事にっていう感じ、うん、大事にいいね、お大事にいいね、また元気になったらそう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 、会えるかもね、だから私がなんか言ったせいかなっていうのは思わないね、もうそれのせいで疎遠になるんだったらもうそれは、うん、それはもう疎遠になるタイミングだったなみたいな感じだよね、それが素晴らしいなと思って、いやいやいや、うん、そうだから本当自信がみんなねみなぎってるんだよね、みんなそうだからね、そううん、だからそのやっぱり本体になっても、うん、肉体のそういう揺らぎみたいなのもちろん出てくるんだけど、うんうんうん、お大事に、お大事にお大事にって、うん、ほんとそう、うん、いやだからさなんかこう前ねランチ会やった時にあのこう面接好きなことでやりたいんだけどでもちょっとお金が不安だから面接に行って、うん、で一応まあ合格もらったんだけど行きたいのか行きたくないのかみたいな、なんかもう私がタイムカードを押すなんて信じられないって、うんうんうん、その本体が来てて
あの迷ってるその子から聞こえてきた本体の声は、そう、私がタイムカードを押せなんか信じられないってありえへんわみたいなで、私を使いたいなら顧問契約でしょって、うんうん、言ってる、うんうんうん、言ってるなっつって、うん、で、爆笑してたけど、うんうん、でもそうなんですみたいな、その通りっていう本体の声言われるとみんな爆笑するの、爆笑するの、あでももちろんすごい否定されることもあるんだけど、でもねどっかでなんかこう目が潤んでる、やっぱそうそうそうなんか全く思ってもないようなことなんだけど、言われてみればそうだなみたいな、そうなのそうなの、でそれを今肯定するのはちょっとあれだぞ人でなしだぞみたいなぐらいのことなんだけどさそう、人でなしだよね、大体、うん、そう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 、傲慢不遜で人でなしなんが、そうなの、それ私ってみんな言ってる、それをどう出したらいいですか、いや、だなんだろうな、出さなくても思ってると出ちゃうけどね、雰囲気で、それを自分もそうかもなって思ってみたら、うん、多分そうなんでそう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 、認めてみる、そう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 、私そうだったなみたいな、うん、そう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 、でも別に人に言えなくてもいいんだけど、うん、だからすごい分かりやすかったのが、うん、なんか友達でこう喋ってて、うんうんうん、本体の話してたら、うん、なんか、うん、何々さん綺麗だよねって言っても、うん、いや私なんか全然綺麗じゃない、うんうん、みたいな、うん、そうそうそう、でまた別の人も綺麗のに綺麗だねって言うと、うん、私はもうって言うわけ、うん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 、でなんか聞いていくと、でそれは綺麗のにそう言ってか変な感じなんだよ ね、周りが見てると、うん、なんか歪んでるよね、そう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 、そう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 やってるんだけど、うん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 、でなんかだけど本体でもさって言って、うん、なんか実は本体的に本心で言うと、うんうん、私は世界一美しいと思ってるよね言われちゃう私は世界一美しい、うん、その隣の私は宇宙一美しいっていいね、競ってなくていいよね、そこ競わないの、うん、競わないの、普通は世界一美しいが一人いると、うん、もう全員、世界2があるけどね、そう、うん、世界一じゃない、うん、全員下ってことになるんだけど、うん、本体その人の世界だから、そう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 、そうそう、なんか美しの基準もみんな違うから、うん、でもこれはもうちょっとパラレル的な感覚なんだけど、世界一、ぐっちゃうと思ったね、そう、私たちがどっちもね、うん、宇宙一私は美しいって本体思ってるとするじゃないですか、普通の肉体レベルの会話で言うたら、うん、私が宇宙一なのよ、いやいや私が宇宙一なのよっていう争いと競い合いになるけど、うんうんうん、本体の意識の宇宙一美しいよね、うん、私たちはで、うん、私は宇宙一美しいと思ってても、それで平和だもんね、そう、あだよね、私たち宇宙一美しいよねで終わり、イエーイハイタッチみたいな、そうそうそう、その意識だよねで終わり私この間草場さんの展覧会に行った時に、はいはいはい、なんかワンピースを褒められたのかな、なんか、うん、素敵ですねっつって言って受付の方かなんかに言われた時に、うんうん、もう本当に無意識に、うん、ありがとうございます。お目が高いですねって。なんか今までは本当に、うん、いえ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 みたいなことを無意識にしてたんだけど、うんうんうん、本当に無意識にお目が高いですねっつって言って、なんか向こうがすごいびっくりした顔して面白いですねその返しみたいな。私を褒めるなんてあなたお目が高い。そう。なんていうの、分かってるの、自分でもさ、別にメインストリームの綺麗とかっていうわけじゃない、うんうん、そういう綺麗さではないけど、なんかこうさ、内側から光るっていう瞬間がある、うん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 、それは全員にあるんだけど、うん、それがあるって分かってるから、うん、あ、それ見出されました、お目が高いみたいなブラボーみたいな、ブラボー、褒められて褒め返してお互い気持ちよくなくなって失礼しますみたいな幸せ振りまいて歩いていく、そう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 、ほんとね、お目が高い、お目が高いですねっつって、いや、カノンさんのね、うん、相槌がすごいんですよ、相槌ね、あ、カノンさんの相槌によって天才がどんどん目覚めていくんですよ、なんか前周りに天才が続出してくるっていうか、その相槌と何か話を聞く、そう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 、うんうんうん、ね、うん、でも愛の手してるだけだもんね、いや、それはちょっとね、うん、でもね、スクールかなんかするべきよね、いつかね、花嫁学校、いつかやりましょう、うん、本当に
最高の相手、最高のパートナーになっていくよね。そう、どんどんね、どんどん王子になっていくんだよね。ありがたい、もう本当に、あの最高の願いを叶え続けてくれる王子が本当に出現するんですよ。本当にありがたい、ありがたい、うん、本当相槌語録くださいよね。本当だよね、本当本当。これちょっとあれだよね、だから、うん、なんかの時にリアルな相槌光景を見ていただくのが一番いいよね。相槌、そう、相槌、相の手、そうなのよね。だ本当ね、本体と肉体を意識してからだいぶ変わったよね、うん、確実に変わったよね。やばいね、やばいよね。シンクロとか奇跡も恐ろしい、1,100倍1,000倍ぐらいの領域になっちゃったな。私そういうね、うん、あの鈍感な方だと思って生きていたし、いたし、今でも全然鋭い方じゃないと思うんだけど、うん、本体と肉体というのを意識し始めた途端に、うんうん、なんかこう回路が開いた感じ。まさか自分の中にそういう回路が開く日が来るとは思わなかったから、うん、霊的なとかサイキックなあれだよね。だなんかその人がこう言ってるなみたいなこととか、あ、この人がこの時この話題言うな、言ったなみたいな、うん、それはもう、そうそうそう、通常ではない力が開いたよね、うん、そう、うん、だからなんかそれってでもさ、うん、私たちだけだから、あ、だから、うん、だけだからというわけじゃないじゃない、絶対に。あ、違うよ、全ての人の違うよ、あ、違うよ、ハサミ持ったらハサミで切れるみたいな話でしょ。そう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 、うん、という話だよね。あとはもう使い方っていうか、うん、話よね。なんかそのそうそうそう、シンクロとか、うん、分かりやすいじゃん、うんうん、あの例えばエンジェルランバーとかシンクロとか、そう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 、うん、こういうなんかこんな話題してたら、うん、突然その人から連絡来ましたとかって分かりやすいんだけど、それって普通なさそうなことだから、ありがとうございます、うんうん、ありがとうございます、うん、普通なさそうなことだから分かりやすいけど、うん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 、実はなんだろう、私たちスーパー行って、うん、静岡産のトマトを買いました、はい、これも全部一緒なんだよね。どういうことどういうこと。静岡産のトマトを買うのも、うん、あの例えば連絡しようと思っとった A さんのことを思い浮かべた、うんうん、だけで来るとか、例えば、うんうん、あの思ってた芸能人のこと考えてたら、うん、その人とばったりおったとかも全部一緒、うんうん、なんかシンクロでしか私らの暮らしはなってない。あの静岡産のトマトは静岡産のトマトを買いたい、あ、トマトを買いたいなと思ったら、スーパーに行ったらトマトがあるってこと。いや、そうじゃなくて、うん、その無意識で、うん、全然別に静岡産トマト買いたいとか思ってないんだけれども、うん、手を伸ばしたみたいなね。そう、結局静岡産のトマトがそこに並んでる、うん、そこの場所に行く、うん、全部自分の縁のゆかりのあるものにしか私は生きてる間に出会えないから、うん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 、全部シンクロと縁の奇跡しか私は日常起こってないの。だからこのさ、あの私たちは今これコップでさ、はい、いちご食べてる、はい、これも奇跡とシンクロによって私らのところに来てて、これは日常的すぎてシンクロと思わないけど、うん、これも何100万円欲しいなと思ったら100万くれたっていうのと同じシステムによって私らの前に来てる、そう、うん、同じように来てる、うん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 、うん、だからなんか特別な人がシンクロ使えるとか奇跡が起こるんじゃなくって、うん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 、気づきやすいと、うん、自分にはそれが来ると思い始めるから来るものが大きくなるだけで、ね、本体を、うん、あの本体で生きるって決めるっていうのは、うん、あの自分の領域が来た、そうでしょ、普通肉体で、私も鳥肌来てるんだけど、ね、肉体で生きてたらこの何十年の知識とあれしかない私っていうのがデフォルトで普通やけど、本体で生きようと決めたら、うん、こう決めるだけなんですけど、うん、その全ての星の記憶がある無数の転生をした自分で、今この地球のこの肉体に入って生きるって決めたら、うんうん、それがあの可能なんだっていう意識に変わるね。なるほどね、うん、初めは由来で違うこととかももちろん肉体の声出てくるけど、うん、そう決める、うん、決めたら
その無意識がそっちに動き始めるから、うん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 、どんどんね、その自分が可能と思ってる領域がバーンって広がるんだよね。そういうもう裏技、地球上のミラクルな、ね、ウルトラ Q みたいな裏技なんだよね、うん、これ。いや本当だよね、うん。簡単だし、別に修行いらんし、うん、何も努力いらん。本当その本体意識で生きると決めるっていうね。決めるだけ。すごいね、うん、すごいです。まあ、これはあのカノンさんと駅に行って、うん、そう言ってるよって受け取った。そう。いやいや、でもそれをその生き方にまで、うん、なんていうの、こう気づき上げたあやちゃんはすごいよ。いやこれ趣味だからね。かっけー。分析と実験が趣味だから。かっけー。なったい。なってるじゃん。いい役割だ。そうだね。そうお互いの役割がきっちりと得意分野。そうだね、そうだね、うん。ひらめきと分析ね。そう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 だね、うん。すごいよね。そう、裏技万歳。すごくわかります。これ全員できるからね。うん、今すぐできるんですよ。ね、すごいよね。全然今すぐできるんでね。本体とは創生エネルギーということ、そういうことですね。うん。うん、そう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 。うん。趣味すごすぎです。分かりやすく説明できる、すごいよね。本体意識できるというのは内側を向くという意識、あのね、まあ、外側、あ、はい、どうぞ、あ、どうぞどうぞどうぞ。私ちゃんとその内側の記事読んでないから。でもどうぞどうぞ、なんとなく分かるでしょ。うん、うん、あ、そうだね、うん、あ、だからね、うん、外側向いてるっていうのは世間の目とかいろんな話、うん、そういうことです。おっしゃる通り、自分以外の、うん、自分以外のものに従ってしまいそうな感覚だよね、うんうんうん、多分、うん、もう常に自分にしか従わないっていう、うん、意思決定は全て自分軸でしかしないっていう。だそれってでも本当に自分っていう内側だよね、うん、外の条件に左右されないっていう。そうなの、あの見た、だから、うんうん、自分以外のものが自分より重くなることはありえない。ありえない。いただきました。ありえない。ありえない。たまにね、なんかね、すごい江戸っ子みたいな。カノさんのお母さんが出てくる。あ、そうだね。ありえない。うん、ありえない。そんなバカな話はありえない。ないブラボー。偉いとかじゃなくって当然なんだよね。うんうんうん、だってカノンさんにとって、うん、カノンさん以上に。うん、あの自分にとっての大切な人いないもん。そう、意思決定ないじゃん。本当ないよ。私を優先することだってないじゃん。ない、うん、だから、うん、そうだ、例えばね、うん、なんかその配慮として、あやちゃん今日あれだったらどうしようかっていうのを言ってくれたとしても、うんね、うん、それはカノンさんの意思決定によって、うんうん、私に配慮するという意思決定がされたからそうしてるだけで、あの私をあのカノンさんよりも重くしたことはないんだよね、うんうん、そうだね、うん、常にだから自分以外の要素が自分よりも重くなることはない。ないありえない。ありえない。だからこれでみんなが言ってくることね、外から、うん、そう批判とかも全部大体それ肉体が喋ってることやから、うん、そうだね。そうその人の本体はそう思ってなかったですね、うん、そう、うん、なんかあのなんかそんな焦ってはりますなみたいな。そんな好きなようにしてって言いながら、そう焦ってはりますなって思いながら、なんでそんな一人好きなようにしてんねんとか、うんうんうん、目立つことしてんねんとか言ってくるとするじゃないか、うん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 、誰かがあるね。その人肉体、あなたの肉体言ってるねっていう感じで、その人の本体は、なんだこのノレに腕押し感。そう、その人の本体はしょうがないよねって言ってる。ああ、なるほどね。いや、そうなんだよ。いや、僕もね、ちゃうと思うんだよね。だからさ、あれだよね、こう本体に今日話してて、それ言うとくわって言ってたから、え、本人に言うのって言ったら、うん、本体にって言って。本体通信ね。そう宇宙にあげるだけなんだけど、本体に言っとくわっていう話。私は直接本人に言うのかと思って、へーって思ったんだけど、本人に言うとややこしいなるから、肉体フィルターを通して、そうだね、肉体思考のフィルターをその人通してしまうから、そうだ、ね、抵抗が結構出るんだけど、うん、だからなんか思ったこととかを、ね、うん、そうすんなりあれするには、うん、その人直接向けるとなんかちょっと呪いとか意識のあれ念になるから、それはちょっと NG なと思うけど、うん、
宇宙にあげるんですよ。私はこういうふうに思った、うん、こういうのが嫌だったとかでも何でもいいですけど、宇宙にあげて宇宙を経由したら、うん、その人にとって、ろ過されるんだって。そう、必要な分だけ、うん、必要だったら行くし、うん、これあやちゃん理論だけどね。そう、私が勝手に思って、別にどこのあのあれじゃないんですけど宇宙にあげんねんみたいな。宇宙にあげて、うん、清らかなものとして必要な、インスピレーションとして必要なその人に届くって感じ。うん、うん、そうだね、うん、面白いな、本体見えたら。そう、でも本体は聞こえてくるんじゃないかな、うん、焦点を当てれば、うん、多分なんかさ、こう謙遜したり遠慮したりしてる人がさ、うん、本当はこの人そうじゃないのにそう言ってるなとかさ、あるある、うん、それみんなあるじゃない。なんかあのすいませんって言ってるんだけど、うん、本当はなんかこの人心の中では違うこと思ってそうだなみたいな。それは旗から見た違和感になるんだよね。そうなの、そうなの、そうなの、うん、だから本体とバレてるからそう思ってないってバチッと合ってる、本体意識でバチッと生きてて言ってることが本体の言葉だったら、なんか、うん、嫌味すもないっていう、ないない、爽やかみたいな、うんうんうん、それが普通に人としてありえないぐらいの傲慢なことでもね本当、うん、うん、聞こえてくる、聞こえてくるよ、うん、そうだって違和感はさ全員キャッチしてるもんね。あるあるね、うんうん、多分違和感を感じたことはありませんっていう人はいなくって、うん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 、そうね、だからそのキャッチしてるこの感覚と同じセンサーだから、うん、絶対、うん、絶対わかるよね。私は全然もう私なんか綺麗じゃないんです言うてる人がさ、うんうん、あのえでもさ宇宙中尽くしと思ってるよねって言われたら、あはってなってそう言われれば私そう思ってたからってさっきと真逆、結構いとも簡単にそうなるんだよねいとも簡単にじゃあ何だったの今のってそうなのよ。でそれは最高だよね、人から見たら分かるんだよね、うんうんうん、いや私なんかっていう人が2人いるとするでしょ、うん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 、お互いにえなんでそんなこと思ってん言うのってお互い思ってんだよね、うんうん、そうなんだよね、そう、うん、だからこれが本体同士で会話してったら本当早いよね。早い、だから私もカノンさんとお互い本体意識になんか気づいて、うんうんうん、そっからのミラクルがえらいことになったよ ね、 すごいね、確かに、うん、まあ、本で本も、もうテレパシーレベルになってるよね。シンクロもおかしくなってるよねもうやりすぎですなっていうぐらいね。そう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 、おかしなことがいっぱい起こってるので、うん、これ全然特別じゃなくってみんな即今からできる簡単なやり方です、ね、今やっぱあやちゃんとかと LINE してる時にもう思ったことをそのまんま書くってい う、 う、 んうん、うん、こうトレーニング、あやちゃんとかそういうやっぱり本当に心を開いて生きている、うん、そのお付き合いとかじゃなくてね、うん、っていう人に対してはもうそれをやろうというトレーニングをしているので、うん、本当に LINE も思いついた瞬間に送るし、うん、絶対そのあのくだらない、うんうん、自分一人ではハッて思ってるような記事とかでも、うん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 、受けるとかって言って送るし、うん、そうだよね、送りっぱなしでね、そう送ったら送りっぱなしだよね、またこっちはこっちでそれに対応する信号は実は起きてるんだよね、うん、そう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 、うんうん、起きてんねん、それがね、あの、うん、言わないとシンクロが証拠できないんだけど、そう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 、え、こうなの、うわこうなの、うわこうなのみたいなそう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 、でますます確信を深めるみたいなね、うん、そう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 、そうだからなんかそういう意味で結構、うん、あやちゃんとのやり取りで本当に、うん、本体意識で、うん、本体意識っていうか、まあ、ファッと思ったことを言ってみるって、うん、肉体のフィルターかけない、うん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 、いや今これあやちゃん言われても迷惑かなとか、うん、これ嫌味に感じるかなとか、うんうん、この時間じゃまずいよねとか、うんうんうん、なんかこれ自慢かなとか、うんうん、全部もうそのフィルターを通さずに、うんうん、もう生まれたてそのまんまで送るっていう練習をしていると、うんうん、やっぱりこれを他でもやりたくなるっていうか、分かる分かる、この感覚をね、同じ感覚でね増やせたらいいなと思うよね。そう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 、うん、失敗もするけど、うんうん、そうね、ってみたいな気にしてないけどね、おっと間違えたみたいなさ、でもあちょっとやりすぎたんかなみたいな、でもそれが広がっていって、うん、それができる人とこう繋がっていけばいいなって思っている感じ、うんうん、あ、もう残り1分に1分1分です。へー、面白かったね、うん、本体同士で会話するって、うん、あの世間とか常識全部捨てるってことです。そう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 、あのふと思ったことそのまま言うっていうね、そう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 、うん、制限を全部なくす、そうそう、またやって、またまたやって、うん、ありがとうございます。うん、ね、楽しかったね、楽しかったよね、うん、すごいこうやってなって終わりだよみたいな感じだけどえーだよね、うん
本当にカタカナも全然十分に説明はできなかった膨大なんですよ。ちょっと楽しみが残ってるってのはまたね、うん、うんうんうん、うん、そういいよね、うん、そうそう楽しかったね、うん、ありがとうございます、うん、本当にね、あ、残り15秒また配信します、はい、ありがとうございます。録画しとくのでまた見てくださいね。ありがとうございます。はい、どうも、はい。は